皆さんこんにちは、高幸です。今日も池袋暴走事故についてお話ししていきたいと思います。本日はですね、私がなぜ池袋暴走事故を取り扱うことになったのか、他にもねたくさんいろんな事件があるのにもかかわらず、なぜ池袋暴走事故に特化した YouTube チャンネルをやっているのかということにお話ししたいと思います。過去にもですね、たくさんね質問が来てたんですね。高幸さんはね、まあ、こう世の中にねいろんな殺人事件とか交通事故とかいろいろある中で、なんでねこの池袋暴走事故に特化して取り扱うんですか、何か理由があるんですかというね、ご質問をいただいたことがありました。そのね大きな理由がね、3つあるので、そのね、3つの理由をですね、ランキング形式にしてですね、第3位からですね、発表していく形をね取らせていただきたいと思います。まずですね、第3位から発表したいと思います。私がね、池袋暴走事故を取り扱う理由第3位はですね、被害者の方が顔を出してね、表に出て世の中にね訴えようとしている事件だからです。池袋暴走事故も他の事件もですね、たくさんのね被害者の方っていらっしゃると思うんですけども、その被害者の方々ってなかなか表に出ないことが多いんですよ。その事件についてですね、早く忘れたいとか、この事件をね、大きくして、自分のね身を明かしたくないっていう被害者の方もたくさんいらっしゃいます。そんな中ですね、池袋暴走事故の松永拓也さんにつきましてはですね、自ら顔も出してご家族のね名前も公表して、で裁判の内容もですね、しっかりと SNS に投稿したりとかしております。この事件についてですね、世の中に広く知ってもらいたい、このような事故をね今後起きないようにしてほしいという思いがですね強く私にも伝わってきましたので、この事件については YouTube 動画でですね、私も取り上げた方がいいし、今後交通事故をなくすためにもですね、私の動画がですね少しでも力になったらいいなと思いましてですね、この池袋暴走事故を取り扱いさせていただきたいと思ったきっかけの一つになりました。これが第3位ですね。それではね、その次が第2位のね、発表をしたいと思います。私高幸が池袋暴走事故を取り扱いたいと思った理由ですね、第2位はじゃん、車のせいにしたからです。これもねこれが結構大きいんですよ。私以前からねこのチャンネル内で物申す系ということで、いろんなニュースね、いろんな時事ネタについて語っておりました。そんな中この池袋暴走事故が起きた時に、飯塚幸三被告人が自分のね過失を認めずに車のせいにして、自動車メーカーはね今後もっと安全な車をね作ってもらわなきゃ困るみたいなことを言いまして、そこでね私の心に火がついたんですよね。自分の踏み間違いを認めず自動車メーカーのせいにした。しかもね最初は自分にねおごりがあったというふうに認めていたのにもかかわらず、途中で主張を変え自動車メーカーのせいにした。これがですね物申す系だった YouTuber の私が取り扱う理由になった一つの要因でございます。飯塚幸三被告人がね車のせいにしないで、アクセルブレーキ踏み間違いの事故としてニュースに普通に流れていたら、私は取り上げなかったかもしれません。私が自動車整備士、自動車検査員としてですね、この事故、この事件に関しましては明らかに不審な点が多い。先日のね、石川被告人の事故についてはですね、正直車のせいなのか人的要因なのかというのがですねはっきりしなかったんでね取り上げてなかったんですよ。ただし今回のね
池袋暴走事故については間違いなくね、人間の過失なんじゃないかなって私思いましたんで、取り上げさせていただいております。それではね、次です。いよいよ第1位なんですけども、池袋暴走事故、なぜね、この高行ツイストクラブチャンネルで取り上げることになったか、その理由第1位をね発表したいと思います。第1位はこの事故、権力者に関わる闇があるからです。私ですね、まあ以前からね、権力者が権力にのないものに対するその絶対権力というのにですね、私非常にですね反発してしまうというか、世の中のね、忖度とか世の中の闇についてですね、非常にですね私抵抗があります。この池袋暴走事故で初めて上級国民というね、言葉が生まれたと言われておりますけども、この庶民の中にでもですね上級国民という人種が隠れているのです。飯塚幸三被告人はね、プリウスに乗った庶民じゃないですかっていうね人がいるんですけど、一見すればそうなんですよね、プリウスしか買えないようなただのご老人に見えるかもしれないんですけども、この事故については絶対権力が働いてるんです。なぜかというと、その事故現場の事故の処理、事故の状況を、事故が起きた後の状況をですね見ていただければそれが分かります。池袋暴走事故はですね、事故が起きてすぐ後にですね黒服たちが登場してですね、その現場を取り仕切っております。お亡くなりになった方、重傷の方がいらっしゃるのにもかかわらず、飯塚幸三被告人を守り、飯塚幸三被告人に時間を与え、各関係部署にですね連絡を取る時間を与えさせた、そして事故現場のですね重要な防犯カメラの映像をですね回収したと言われております。その事故現場から一般人たちを遠ざけ、その証拠をですね一般人が現場の映像を撮影できないようにですね遠ざけてるんですよ。それなので池袋暴走事故のあの事故現場の映像写真っていうのは非常に少ないんですよ。その事故現場に現れました黒服のですね動きにつきましてはですね、私の以前にアップさせていただいた動画にですねある程度内容は語っておりますので、そちらの方をご覧いただき、私の再生リストの方もですね可能であればできる限り全て目を通していただければですね真実が見えてくるんではないかと思います。上級国民がね、いるのかいないのかというテーマについてはですね非常に深い内容になりますので、今後もですねお話しさせていただく機会が出てくるかもしれないですけども、この件についてはですねこの日本国の上層部が絡んできます。飯塚幸三被告人は国の上層部と何らかのつながりがあります。だから飯塚幸三被告人が事故を起こしてあるところに救急車を呼ばずにまず電話をして、そこから国の上層部に連絡が入り、飯塚幸三被告人を守れという上級国民保護プログラムの通達が流れたと言われております。ということでね、本日は私がね、池袋暴走事故を取り上げた理由3選についてですねご紹介させていただきました。これ以上のお話をですね、また後日ね機会がありましたらお話しさせていただきたいと思います。ではね、今後も池袋暴走事故裁判はまだまだ続きますので、
どんどん追求していきたいと思います。皆さんも今後このチャンネルの動画見逃さないようによろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。じゃあね。高行き追走クラブチャンネル。